しまったとしたら、あなたは自分自身の目で何を目撃するだろうか。合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディが遊説先のパレードコースで暗殺されることになるその日。大統領暗殺。その瞬間から2時間後逮捕された容疑者もまた口を塞がれることになる。一切の謎は封印されたかに見える。しかしご存知だろうか。こうした歴史上の謎をタイムスリップして捜査する特務機関が警視庁の中にあることを。時空警察捜査一課、彼らの捜査手段はトップシークレットとされる。タイムスリップ。戦国時代からフランス革命まで、彼らは自在に時を遡り、事件の決定的瞬間を見届ける。その日本当は何が起きたのか、何が隠されたのか。この番組は全て事実に基づいた歴史推理ドラマである。番組中の資料物証は全て実在する。事件の真相、そこに必ずからくりがある。タイタニック号沈没、それは本当に単なる事故だったのか。信長暗殺、本能寺の変を指揮した黒幕の正体が明かされる。ヒトラーは生きている。その知らせが戦後世界中を駆け巡ったことをあなたはご存知だろうか。源義経は遠くモンゴルでジンギスカンになった。伝説はやがて衝撃の真実にたどり着く。今夜あなたは全く新しい過去と出会うことになる。これは確かなかる歴史の闇に真実の光を照らし出す男たちの物語である。この番組はタイガー魔法瓶、積水ハイム、ニプロ、ライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。時空犯を志願するなんてどんなもの好きなんだ。警視庁切っての変わり者、あるいは歴史オタクってとこじゃない。諸君、今日から彼が君たちの係長だ。今何時ですか。はい、この瞬間君と君と君撃たれてる。前にいた現場がそういうところだったんでね。本日付で警視庁捜査一課時空班に配属されました伊能京介です。よろしく。そんなに張り切らなくてもいいんじゃないですかね。時間はたっぷりあるんですから。だって時空警察に時効はない。そう、火を捨て茶化すな。十分に分かってるよ、時間があるってことはね。ですからあえてこの山をやらせていただきます。ケネディ暗殺事件。係長、それ曰く付きの山です。唯一時空犯の刑事が殉職した事件ですよね。そう、とにかく私はこれをやる。やらせてください。まずはお手並み拝見といこうじゃないか。1963年11月22日、
ダラス空港に一人の男が降り立った。大統領ジョン・ F ・ケネディ。その政治手腕と若さはアメリカ黄金時代の象徴だった。しかし12時30分ケネディのオープンカーがダラスのデイリー広場に入った。その時大統領暗殺、白昼大衆の目の前で起きた悲劇。2時間後一人の容疑者が逮捕された。しかし彼は記者団の前でこう叫んだという。私は身代わりだ、はめられたんだと。私がまず抱いた疑問がこれです。ケネディ暗殺事件調査委員会証拠物件第399号、暗殺に使用された弾丸の実物写真です。この弾丸がケネディの体を貫いたと報告されています。しかしこの弾丸不自然じゃありませんか。まるで新品みたいですね。確かに人を撃った割には綺麗すぎるわね。さらに調査委員会は妙な発表をしています。この弾丸がケネディの体を貫通し、そのまま前に乗っていた知事の腕の骨をも砕いた。鑑識から借りてきました。通常人の骨を砕いた弾丸はこのように変形するんだそうです。管理官、ケネディ暗殺事件もう一度洗い直す必要があると思います。止めても無駄だろうな。多分親父そっくりだ。よし、美濃係長はこれから直ちに時空捜査に向かう。場所はアメリカだろ。1963年11月24日暗殺事件2日後の取り調べ室、気をつけて行ってこい。伊能は時空を超え1963年のアメリカ・ダラスにタイムスリップした。そこは容疑者が拘留されているダラス警察署。逮捕から2日目か。オズワルドも何か入っていい頃だ。容疑者リー・ハーベイ・オズワルド。しかし彼は犯行を一切認めていない。そして事件から2日後の今日11時20分オズワルドは死ぬことになる。おい、部外者は近づいてはならん。ああ、私は。おい、ちょっと手を離せ。時間がないんだよ。オズワルドと話をさせてくれ。奴の命が座る。11時20分70人の警官ひしめくダラス警察署でオズワルドはクラブ経営者ジャック・ルビーにあっけなく殺された。身代わりだと叫んだ男はこうして最後を迎えた。死人に口なしか。伊能はアメリカ有数の探偵社に極秘の共同捜査を依頼した。アメリカ政府の公式発表はこうだったよな。ケネディ暗殺事件はオズワルドの単独犯行だった。銃弾は合計で3発、一発目は外れ、二発目はケネディの首を貫通、そして最後はケネディの頭部に命中。
その全ての銃弾は教科書ビル6階から発射された。そしてこの暗殺事件には内外を問わず陰謀など一切なかった。これが公の発表だ。こいつをもう一度洗い直すんだ。オズワルドがいた教科書ビル。ケネディはエルム通りを走行中、このビルの6階から3発の銃弾で撃たれたとされている。奇妙なんだ。オズワルドが狙撃したという場所に行ってみて気づいたんだが、見ろ、グレッグ、ルート、大統領の車はこのルートをたどりながらここで一発。そしてさらにここでもう一発撃たれた。こりゃ変だぜ。狙撃地点から見ると車が木に隠れて撃てないよ。そうなんだよ。むしろ直線で近づいてくる、ここで撃った方が確実に条件はいいはずだろう。俺がスナイパーだったらとてもエルム通りまでは待たない。ここで撃つだろうね、普通ね。ここにケネディ暗殺の決定的瞬間を捉えた貴重なフィルムがある。やっと手に入れたわ。政府が隠してるっていう噂のやつだろ。どうやって手に入れたんだ。政府はなぜか事件から12年間もこのフィルムを公にしなかったのだ。すでに首をやられてる。そして何だこれ。エンジンのかかりが悪くて。ああ、セルのかかりが悪いのか。弾道について政府はこう発表している。教科書ビルから撃たれた一発目は外れた。二発目はケネディの首を貫通。その弾はその後カーブして前にいた知事の背中、右手首、さらに左太ももも貫いたというのである。待ってくれよ。なんで弾がこんなにくねくね曲がるって言うんだ。でしょ、あのフィルムを見るともっと変なことがあるのよ。不思議なことに弾が当たり首を押さえているケネディに対し、同じ弾で撃たれたはずの知事に何の反応も見られない。一発の弾のありえない動き、そしてその弾は無傷で見つかってる。こんなバカな発表を政府は本当に信じろっていうのか。そしてあの3発目。最大の疑問、3発目の銃弾。政府はこれもオズワルドによって後ろから撃たれたと伝えている。ケネディは後ろに弾かれてる。前から撃たれたに違いない。
アメリカ政府は何を隠してるんだ。実はさらに奇妙なことがありまして。何だ。事件の目撃者または関係者です。しかし事件後4年以内に全員が死んでいるんです。事故自殺もしくは他殺で。こんなに。21名です。21名。ありえないわ。統計学的に見て消されたんだろう。死んだ証人の言葉にこそ事件を解く鍵がある。そう睨んだんです。時空犯の刑事が一人死んでいるんだ。管理官、その刑事というのは彼の父親だ。三輪係長、ここからはお前の親父が踏み込んだことのない領域になるだろうな。はい。よし、捜査続行。再び伊能は64年のダラスへ。死んだ21人、その中にはオズワルド以外の狙撃犯らしき人影を見た者たちが何人かいた。鉄道員リー・バワーズは柵の裏に潜む男たちを、ワレルは教科書ビルから逃げる男。また事件を調べていたジャーナリストは射殺され、ケネディの愛人と言われた女性も謎の死を遂げた。見えざる大きな力。警備の面からも変なんだよ。イノ、パレードコースはあの日突然変えられたようだ。彼ら警備の警官も当日市長から知らされたと言ってる。コースが変えられていた。事実、暗殺前に発行されたその日の朝刊はメイン通りを直進すると伝えている。ちょっと、ダラス市長って兄は元 CIA 副長官よ。しかもケネディに辞めさせられた。ケネディに辞めさせられた元 CIA。 改革を次々と打ち出すケネディには敵もまた少なくなかった。ケネディは巨大化した CIA の弱体化を図るべくトップの2人を解任した。情報機関はケネディへの不快感を次第に募らせていった。そしてケネディ暗殺を調査したメンバーを見ると、見えざる力。親父が知ってしまったのは。この手紙は処分すること、そしてあなたたちはこの事件から手を引くこと、それを条件に私は事件の推論を書き残していきます。ケネディ暗殺事件、その公式発表は最高裁長官や CIA などある力を持った人間たちによって作られた。その当時ケネディは、ケネディは当時情報機関だけでなく軍部やその関係者にとっても耐え難い政策を取ろうとしていた。それは冷戦の終結、ベトナム戦争の縮小であった。しかし軍や軍需産業にとってそれは生活の糧を失うことを意味していたのだ。軍や軍需産業、そして情報機関、つまり多くの人々がケネディがいなくなることを望んでいた。彼らの思惑とともにあの日が。
あの日ケネディを狙ったのは3方向から少なくとも4発の銃弾。1発目が外れた後、2発目、隣のビルからケネディの首が撃ち抜かれる。3発目は教科書ビル、知事が被弾。そして最後は前の茂みから。アメリカ政府は言う。犯人はオズワルドだと。しかし銃を撃ったことを示す硝煙反応はオズワルドから一切検出されなかった。さらにライフルには指紋も残されていなかった。私は身代わりだ。はめられたんだ。アメリカ政府は事件に関する資料すべてを2039年に公表するという。いや、ご苦労ご苦労。いや、初陣にしては上出来だ。親父も喜ぶ。でもこれ以上深追いするなよ。何？おい！今どこにいんだお前。公文書館ですよ。ええ、ワシントンの。2039年ですよ。もちろん明かされたんです、真犯人が。どうした？え？なんで？こいつが欲しいだなんて。おい、犬狩長！どうしたお前、犬を！未来に行くのは禁止なのに。これだから熱血さんは困る。始末書ね。今から90年前、誰もがその船に乗ることを憧れていた。巨大豪華客船タイタニック号。処女航海の出航から5日後、今度は誰もがその知らせに耳を疑った。決して沈むことはないと言われた世界最大の不沈船が沈んだ。航海中氷山に激突。1500名の命は海の藻くずと消えた。しかしご存知なのか、タイタニック号がこの世に2隻存在したということを。それは本当に単なる事故だったのか。そこから氷山にぶつかる確率が20分の1、 0.05 で、その時船が破損するのが約3。なんだ疑惑というのは。タイタニックが沈没する確率はと。東大工学部卒なんですよ。たったこれだけなのね。桐山君、これはタイタニック建造中の写真なんですが、見てください。タイタニックが2隻あります。じゃあ沈んだタイタニックはどっちなんだ。謎です。どういうことだ。タイタニックに秘められたミステリー、この私にふさわしいわ。 OKOK よし、場所はイギリスダウザンタウンか。1912年4月8日。桐山君、行ってこい。
1912年4月8日2日後に控えた処女航海に向けてタイタニック号は最終調整に入っていた。最新技術の結晶であるこの船が1週間後沈むことになる。それを人々に伝えることは許されない。歴史を変えてはならない。それが時空警察の職務規定である。胴体の鉄は1300度付近に溶かして固めたものね。 FE3C プラス FE。 だが一部の人間はタイタニックが沈む運命にあることを事前に知っていた。そのことを示すような事実がある。一体どういうことなんだ。わかりません。1、2、3、全部で55人のお客様がキャンセルされたのか。ええ、皆さん楽しみにされていたのですが。出航直前の大量キャンセル、実に55名もの乗客が突然船に乗らないと言い出した。そこにはイギリスの政財界を代表する VIP がずらりと名を連ねていたという。おい、おめえ何してるんだ。何嗅ぎ回ってるんだよ。もう失礼だな。タイタニックは呪われている。神秘的な力を信じる人々の間ではそんな噂も広まっていました。もちろん私は信じませんでしたが。しかしその噂は1週間後現実のものとなる。1912年4月10日タイタニック号は処女航海に出発。その5日後、氷山に激突。絶対に沈まないはずの船が沈んだ。なぜ。原因究明のためイギリス政府は調査機関を設置。次々と不可解な事実が浮上した。危険海域で船は無謀なほどのフルスピードを出していた。事故の直前、見張り台から双眼鏡が忽然と消えていた。大西洋に氷山が浮かんでいて、そこにタイタニックが激突。亡くなった人は冷たかったんだろうな。変だよな。消えてたんだよな、双眼鏡も。そう、双眼鏡でしょ。でもなんで船が暴走したの。気持ち悪いわ。何なのよ。やっぱり呪われてたんだよ。二人ともオカルト小説の読みすぎよ。原因があるから結果がある。双眼鏡だって勝手に動くわけない。何者かが持ち去ったと考える方が理にかなっている。本当？タイタニックの途中で降りた機関士がいるの。聞いた話だけどな。名前は？ジョン。どこにいるの？それとも痛くされたい？ちょっと待ちなさい！時空警察か。なんで逃げたのか理由を言いなさい。
何も知らねえよ俺は。やましいことがないんだったらどうして逃げる必要があるの。タイタニック号の機関室で働いていたこの男の名はジョン・コッフィー。事故の3日前、立ち寄った港で郵便袋に隠れて船から逃げ出したという。事件に関係あるんでしょ。だいたいあなたは機関室の係をちょっと細工して船を暴走させることなんて可能ですよね。見張り台にあった双眼鏡だってあなたが持って降りた。そう考えれば全て納得がいく。俺はやってねえよ。じゃあ誰かに命令されたとか。やってないって言ってるだろう。調査の過程で上がった不審人物はジョン・コッフィーだけではなかった。氷山発見の情報を途中で握りつぶした男、尋問の途中突然その行方をくらました元乗組員。不審人物の数は実に20名にも及んだ。何か大きな力が働いている、それだけは確かだと私はそう感じます。ところで桐山が手に入れたこの調書だが、ちょっと気になるところがあるんだ。係長に指摘される点はないと思いますが。この船長補佐のライトラーの証言だ。これは。そうだ、タイタニックが沈没する前に傾いていた。これはこれは桐山女子にしては珍しい。どうしたのかしら。見逃してたわ。どうしたかってそれは君の得意分野じゃないのかい。事故が起きる前から傾いていた。一体どういうこと。タイタニックは欠陥品。そんなことないわ。完成したばかりだもの。氷山に衝突する前に何か事故が起きた。でもそんな証言をした人はいない。トリックが明かされる。沈んだはずのタイタニック号が桐山刑事の前に現れた。何なのよこの船。何言ってんだい。オリンピック号じゃないか。え？タイタニックよりも一月ほど前に出航してただろ。ニューヨークから今日帰ったのさ。タイタニック号完成の10ヶ月前、全く同じ形、同じ大きさ、同じ部品で作られたこの船はオリンピックと名付けられていた。イギリスの海運業者ホワイトスター社は寸分たがわぬ2隻の船を作って事業を拡大しようとしていたのである。この写真の謎が解けたわ。おいどうタイタニックとオリンピックの写真だろ。あれ言わなかったっけ。知ってたの。ああそうだ、ほらこれだ。オリンピック号大破。オリンピック号は半年前衝突事故を起こし、側壁に10メートルもの傷を受けていた。タイタニック号沈没の2ヶ月前まで急ピッチの補修を施されていたという。待って、溶けたわ。溶けた。事故の方程式が、答えはこれしかない。沈んだタイタニックは
本物ではなかった。オリンピック号にすり替えられて。オリンピック号にすり替えられて、それが沈んだのよ。この推理、科学的に証明しなきゃね。不沈船と謳われたタイタニック号がいとも簡単に沈んだ。もしそれが一度大きな事故を経験したオリンピック号だとしたら、氷山が浮かぶ海の上で2つの船に強度の違いはどう出るのだろうか。これがタイタニック号に使われたのと同じ鉄、そしてこれがオリンピック号のと同じ鉄。見た目は全く変わらない。どちらも異常なし。タイタニックとオリンピック、2隻の船の鉄をほぼそのまま再現した。作り方、成分は全く同じだが、事故を経験したオリンピックの方はその事故同様に一度大きな衝撃を加えてある。沈没時と同じ条件に置いた時、両者の強度はどう異なるのか。タイタニック号が沈んだ海には氷山が浮かんでいた。海水の温度はほぼ0度だったことが報告されているわ。2つの鉄を0度まで冷却し、衝突の時と同じような力を加える。上下に鉄を引っ張り、先に壊れた方が沈没した船である可能性が高い。氷山の衝突を想定した力が加わった時、やっぱりね、この条件で割れるのはオリンピック号の方だけね。沈没時と同じ条件では一度事故を経験したオリンピックの方が圧倒的に脆い。見た目は全く同じでも強度だけはごまかせない。沈まないはずの船が沈んだからくりはそこにある。沈んだ船はタイタニックじゃなくてオリンピック号。その確率、私の計算だと 83% 以上。でも待って、じゃあ最初から船が沈むことは分かっていた、いや船を沈めようとした誰かがいるってことになる。タイタニックはすり替えられた上に計画的に沈められた。しかし誰が。私が怪しいと睨んでいるのは、2つの船を所有していたホワイトスター社です。動機は。ホワイトスター社は多額の借金を抱えていました。原因は事故を起こし修理代ばかりかさむオリンピック号の存在です。分かった。そう、タイタニックと偽ってお荷物のオリンピックを沈めてしまえば保険金は手に入る、新しい船はそのまま残る、会社の経営は上向きになる。いいことずくめです。船の保険金殺人ってわけだ。これが私の結論です。この説を全面的に支持するのが、20年以上にわたりタイタニックの事故を研究してきたジャーナリスト、ロビン・ガーディナー氏だ。父から聞いた話ですが、タイタニックの造船所のある町では船が入れ替えられたという噂が飛び交っていたというんです。ホワイトスター社。ホワイトスター社しかありえません。だが真っ向からこの説を否定する人物もいる。船を入れ替えるなんて大それたことをしたらバレないはずはないでしょう。しかも
そんなことをしたら会社の信用はガタ落ちで商売になりませんよ。ここに一枚の写真がある。これまでタイタニック号の写真と信じられてきたが、拡大するとプレートの文字の周りに筋のような跡が確認できる。これはタイタニックの文字だけ後から貼り付けた偽造写真であることが最近の研究で判明した。それは何を意味するのか。京都の夜はこれから始まろうとしている出来事の予感に震えていた。敵は本能寺にあり。群雄割拠する戦国時代にあって頂点にいた織田信長をその忠実な家臣明智光秀が討つ。空前のクーデターは信長を自害に追い込んだ。世に言う本能寺の変。だがこの光秀を追い詰めた男がいる。遠方から素早く報復に赴き光秀を三日天下に終わらせた男、豊臣秀吉。その秀吉によって追い詰められた光秀は農民の竹槍に撃たれ絶命した。だが秀吉によるこの仇討ちはあまりにも素早く、まるで光秀が本能寺の変を起こすことをあらかじめ予期していたかのように、本能寺の変主犯は本当に明智光秀だったのか。本能寺の件担当は時田君か。はい。明智光秀が殺されたのは本能わずか本能寺の変からわずか11日後とされています。しかしその定説を覆す大変興味深い物証。報告は簡潔に。なんで広瀬。すいません。こちらをご覧ください。これは比叡山にある石灯籠です。そしてこちらがその石灯籠に書かれた文字を複写したものです。なんて書いてあるんだ。ここに光秀とあります。つまりこれは明智光秀によって寄贈されたものなんですが、問題はその日付です。よくご覧ください。慶長20年1615年。そう、なんと光秀が殺された33年後なんです。光秀が生きてたってことになるか。教科書で習ったのと違うわね。本当かお前。広瀬。はい。どんな可能性も捨てられんぞ。知ったような口を聞かないでください。なんだ、立てばよこの野郎。もう一回言ってみろ。やめんかい。それで、もし国家を転覆させるようなクーデターの首謀者が生きていたとしたら、その裏には大きな陰謀が。時沢は信長暗殺の本腰は他にいるっていうのか。はい。ここまではタイガー魔法瓶、積水ハイム、ニプロ、ライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。時沢が向かった先は今まさに謀反が勃発しようとする1582年、京都本能寺。信長だ。ずいぶんのんびりしてるな。ま、これから殺されることを知らないんだからしょうがありませんね。来ましたよ、信長さん。
謀反にございます。謀反にございます。明智様謀反にございます。何？光秀。私はその時歴史的な瞬間を目の当たりにしていた。戦国の覇王織田信長が今私の目の前で命を絶とうとしていた。信長を撃ったのは間違いなく明智の軍勢だった。なのにわずか数時間で勝負を決したというその現場にはなぜか勢いが感じられなかった。どうなってるんだ。すいません、ちょっといいですか。何やつ。時空警察の時沢と申します。あなたにいくつかお伺いしたいことがあるんですが。何用じゃ。先ほどあちらの方が最初に本能寺に突入されたのはあなただと。いかにも。光秀殿はなぜこのような大それたこと。わからん。わからんって、あなたお手柄だったんでしょ。信長様を討ったとなれば我が方は天下の逆賊ぞ。殿のようなご聡明なお方が何故このようなご乱心を。ご乱心。真っ先に本能寺に打ち入った明智の家臣本庄宗右衛門が知り合いに送った書状が残されている。文面によれば家臣たちは標的を知らされないまま家康を討つものと誤解して突入したという。これは謀反を外部に漏らさないためか、あるいはそこに味方をも欺く謀略があったのか。よし、次は光秀抹殺の現場だ。それから間もなく秀吉に追い詰められた光秀は比叡山に近い小栗の山中で中村長兵衛という農民に撃たれたことになっている。助けて、助けて。ちょっと。ちょっと待って。ほら、てっきり明智の残党かと思ってよ。そんなことくらい、この格好見ればわかるじゃないですか。あなたですね、明智光秀。ここが現場だ。ほんでな、光秀があっちからダーって来るから、ほら、こう隠れててな、来たところをこうやって、ブダーって、刺したんで。本当に光秀だったんですか。あなた、光秀の顔知ってたんですか。この時代、一農民が光秀の顔を知っていたとは考えにくい。討ち取られた首の確認は4日後に行われた。だがすでに腐り始めたこの首を見て果たして光秀と判別できるだろうか。この首こそ光秀、そう言い切った者がいた。豊臣秀吉。本能寺の変の後、光秀討伐を目指して起こした秀吉の行動は不可解だった。備中高松から光秀を攻める山崎までの180キロを鎧甲冑に身を固めたままわずか5日で駆け抜けた。周到な準備なしには不可能と言っていい。秀吉が光秀と結託していたとすれば、その行動も首実験の偽証も全て説明がつく。この腐り切った首のどこが光秀だって言うんですか、秀吉さん。いたわしや。え？失礼ですが、光秀殿をご存知なんですか。その僧は私の質問に答える代わりに奇妙な言葉を口にした。一つ予言をいたそう。もし徳川の手により天下が平和に導かれたその折には、
日光の山に桔梗の花が咲くであろう。何なんだ変な坊主。すると光秀は死んでいない。さらに裏で手を引いていたのは秀吉ということか。はい。待ってください。私なりに事件前後の光秀の動きを洗ってみたんですが。係長、越権行為ですよ。時澤、余計か。いえ、聞かせてください。光秀は本能寺の3日前、レンガの会に出席しています。当時はどうも戦の前に歌を詠むのが流行りだったようで、光秀はこのような歌を詠んでいます。時は今、雨が滴るさつきかな。どうもこれ暗号だったようだ。暗号？本能寺の変を前にして光秀が詠んだ歌には暗号が隠されていたという説がある。時は今、雨が滴るさつきかな。時一族の流れを汲む光秀が5月に天下を取る、つまりクーデターの決意表明である。そしてこれには変句が残されていた。花をつる流れの末をせき止めて。この変句を読んだのは里村城派。バックには徳川家康がいる。背後に家康？私は早速その変句の調査にかかった。そしてそれには信長の勢いを止めてほしいとの意味が込められていることが判明した。家康側から送られた信長暗殺激励の歌だ。明智光秀は秀吉だけじゃなく徳川家康とレンガという暗号を交わし信長暗殺を企てていたのか。徳川家康と明智光秀をつなぐ決定的な証拠が欲しい。徳川家康と明智、徳川、明智、徳川。待てよ。もし徳川の手により天下が平和に導かれたその折には、日光の山に桔梗の花が咲くであろう。日光の山に桔梗の花が咲くであろう。日光と徳川家康といえば東照宮だ。日光東照宮は家康の遺言によって建てられた徳川家の墓所。あの坊主は日光に桔梗の花が咲き誇ると言っていた。桔梗、確かに桔梗でいっぱいだ。そうだ、明智光秀の家紋じゃないか。これは一体どういうことだ。偶然の一致はそれだけではなかった。華厳の滝を見下ろす高台はなんと明智平と呼ばれている。この高台を明智平と命名し、桔梗の花咲き乱れる日光東照宮を建造した男がいる。南光門天海。徳川の参謀として江戸の町を作り上げ、徳川2代将軍秀忠、3代将軍家光の名付け親として徳川の政治を操った男。山崎の合戦で姿を消した光秀。それからおよそ35年後、明智平を名付け東照宮に桔梗を散りばめた南光坊天海。この2人を結ぶのは明智の名、そして桔梗の家紋。東照宮を守る桔梗の門は光秀の家紋。あのクソ坊主。光秀と天海、二人の間には何があるのか。時澤は天海のもとへと向かった。閉ざされてきた歴史の闇に今光が当たる。舞台は明智平。今日は
三代将軍家光殿が将軍になって初めて日光にその報告をされる日ですね。この日ここに来ればあなたに会えると思ってました。天海さん、この場所を天海さんが名付けたんですってね。その名もなんと明智平。南光坊天海の出自は明らかではない。だが比叡山の修行僧であったことだけは知られている。比叡山は光秀が消息を絶った小栗からわずか8キロの距離。しかも光秀の名が刻印された石灯籠が寄贈されたのも比叡山。光秀は比叡山に姿を消し、そこから天海が表舞台に現れたとしたら、もう自供してくださいよ天海さん。いやいや、本当はこう言った方がいいんじゃないですか。本能寺の変で首謀者となり織田信長を殺した明智光秀殿。すごいじゃないですかあなたの策略。本能寺の変の謀反人として処刑され、秀吉にそれを認めさせた。さらに家康の裏に回って幕府を陰で操った。実はね、その確証を得たのはこれだったんです。これもあなたが名付けた名前ですね。徳川二代将軍秀忠、三代将軍家光。この一文字ずつを拾うと、そう、あなたの名だ光秀殿。三日天下なんて言われたけれども、とんでもない、三大天下を手に入れたんだ。最後に天下を取ったのはあなただったんですね、明智光秀。天海様、どうなされました。くせ者でござりまするか。お帰り願おう。天海は徳川300年の未来を知らない。三日天下と言われた光秀が300年天下の礎を築くことになったと知ったら、天海、いや光秀はどんな顔をするだろう。本能寺の変の首謀者光秀と秀吉、そして家康。信長暗殺は戦国武将が闇の中で手を結んだ壮大な陰謀だったに違いない。1945年4月、20世紀最大の怪物アドルフ・ヒトラーの命運は尽きようとしていた。ドイツの首都ベルリンはソビエト軍を中心とした連合軍が包囲。地下防空壕に逃げ延びていたヒトラーは愛人のエヴァ・ブラウンとささやかな結婚式を挙げた後、二人で小さな個室に入った。ヒトラーはピストルで、エヴァは薬物で自殺したという。死をもって裁きを逃れた独裁者、悪夢の終焉に世界中が歓喜した。だがその亡霊はよみがえる。およそ半年後、デンマークの海岸に瓶に詰められた手紙が流れ着く。書き手はドイツ軍潜水艦の乗組員だった。文面は驚くべき情報をもたらした。ヒトラーはベルリンを脱出し U ボートで海外に逃亡したという。ヒトラーの自殺に疑問、ニュースは直ちに全世界に配信された。再び亡霊の影が世界を脅かす。ヒトラーは生きている。こちらの記事をご覧ください。
1945年9月9日ニューヨークタイムズ、ヒトラーは日本かアルゼンチンへ逃げた。そしてこちらです。ヒトラーはドイツのエルベ川でヨットに乗ってくつろいでいた。他にもスイスアルプスで羊飼いをしていた。フランスエビアンでカジノのゲームを仕切っていた。そしてドイツの田舎、当時おそらくベルンハイムと呼ばれていた町でクリーニング店を経営していたなどなど、実に様々な目撃情報が寄せられています。まるでツチノコの目撃談じゃないか。ひろつ、これ信じてんのか。お言葉ですが主任、火のないところに煙は立ちません。相手は何せヒトラーだから、くれぐれも慎重にやれよ。はい。1945年5月、無条件降伏を受け入れたドイツは連合国軍の占領下にあった。最も幅を利かせていたのはベルリンを陥落させたソ連軍。ソ連兵たちは略奪を重ね、数えきれないドイツ人女性が襲われたという。戦争に正義などあるはずがない。広瀬はヒトラーが自殺したといわれる現場に向かった。総統官邸の地下防空壕。ソビエト陸軍中佐イワン・クリメンコ、彼はヒトラー遺体調査における最高責任者だった。時空警察の広瀬です、よろしく。ヒトラーに関して未来に何か不都合でも？それにしてもベルリンはひどいですね。ドイツの復興は今後100年かかるだろう。これからはソビエトの時代だ。ここが自殺の現場ですね。左側にヒトラー、右側にエヴァが座って自殺したようだ。で、ヒトラーの遺体は？実は。クリメンコの沈黙には理由がある。ソ連軍が現場から発見したのは替え玉の遺体であることが判明していた。つまりヒトラーの亡骸は消えていたのだ。ヒトラーの自殺を目撃した者は？直接誰も見ていないが、側近たちが向こうの部屋に控えていた。彼らと会えますか？ああ。自殺の現場にいたヒトラーの側近たちはソビエト軍に捕らえられ、すでに調書を取られていた。だが彼らの証言は呆れるほど食い違っていた。総統は後頭部から血を流していました。ですから銃口を口に加え。ヒトラーの専属運転手エーリッヒ・ケンプカによれば、ヒトラーはピストル自殺であるという。護衛隊員ヘルマン・カルナンは主任軍医による毒殺だと言い切った。副官のオットー・ギュンシェによれば、二人は自ら青酸カリを飲んで死んだことになる。護衛隊長ハンス・ラッテンフーバーは自重のリンゲが銃殺したという。しかし当のリンゲ本人は銃声を聞いて部屋に駆け込んだと証言、ピストル自殺を主張した。確かに皆
ヒトラーは死んだと言っているが、その証言は全員バラバラだ。これでは死んだと信じる方が難しい。ヒトラーは本当に死んだのか。広瀬は亡霊の後ろ姿を見たような気がした。そして広瀬は恐るべき証言を聞くことになる。自殺したはずのヒトラーをベルリンから脱出させたという男、その証言に世界中が凍りついた。ヒトラーは生きている、そう証言するパイロットが現れた。あなたがヒトラーをベルリンから飛行機で脱出させたんですか？私はドイツ空軍中尉アルトアン・マッケンゼンであります。総統閣下と奥様を乗せベルリンから脱出する手助けをしたのはこの私です。誠に名誉な作戦を仰せつかりました。どこへ向かったんですか？赤軍の対空砲火をくぐり抜けデンマークへ向かいました。でその後ヒトラーは？そこで総統とは別れました。その後の行動は感知しておりません。この衝撃的な告白は世界中を駆け巡った。さらにヒトラーの逃走経路をつなぐかのような驚くべきニュースが次々と報じられた。なんとヒトラーが死んだとされるその2日後、一隻の U ボートがヒトラーを乗せ南米アルゼンチンへ向かったというのだ。ニューヨークタイムズはアメリカ政府までもがヒトラー逃亡の調査を開始したと伝えている。それしてもヒトラーはなぜアルゼンチンに向かったんだ？目的地はアルゼンチンではない。南極だ。南極？ナチスが台頭した1930年代当時、南極は世界のどの国にも属さない大陸であった。そこに目をつけたヒトラーはいち早く南極の調査を命令。目的は領土拡張と資源の独占だった。だが最大の目的は他にあったという。その目的とは、ナチス海軍総司令官カール・デーニッツは言っている。 U ボート艦隊は世界のある場所にこの世の天国と同時に難攻不落の砦を築いたことを誇りとする。私はこう推論します。世界のある場所とは南極です。ヒトラーは戦局が不利になった場合を見越して南極に第三帝国復活の新たな拠点を作っていた。なんとヒトラーの遺体を調査していたスターリン政権のソ連までもがヒトラー生存説を表明したというのです。もう間違いありません。ヒトラーは生きています。そして南極にいる。もはやヒトラーの自殺を信じる方が難しい。以上です。広瀬。何ですか係長。警察学校に戻ってもう一度やり直すんだな。どういう意味ですか？両面捜査したのか？係長の目は節穴ですが、ドイツ側とソ連側は両方の証言を取っているじゃないですか。ソ連側の手の中にあるドイツの証言だろう。広瀬、お前は一方的にソ連側の情報だけに頼ってないか？もう一度やり直せ。
広瀬、マルチン・ボルマン当たってみたか。ボルマンやり直す。マルチン・ボルマンとは何者か。ナチスの実質的なナンバー2と言われた男、ヒトラーの個人秘書まで務め、ヒトラーに最も大きな影響力を持った側近中の側近である。ボルマンは防空壕に入ってからヒトラー最後の日までの様子を日記に克明に書き残していた。あの日ヒトラーは本当に死んだのか。ボルマンの日記さえ見つかればその真相が明らかになる。しかし彼の行方は未だ明らかでない。ボルマンの日記、ボルマンの日記。モスクワに帰ることになった。またどこかで会おう。ボルマンの日記はどこにあるんですか。何を言ってるんだ。ヒトラーの最後の日の真相を記した日記があるそうですね。あなたはそれを知っているはずだ。君もしつこいな。証拠から証人まで捜査には十分協力したはずだ。わかります。でも僕が知りたいのは真実なんですよ。ボルマンの日記にはヒトラーの公式行事から私生活に至るまでその行動が克明に書き込まれていた。そして問題の4月30日、そこにはヒトラーと妻であるエヴァの名前しか記されていない。だが名前の脇に添えられている不可解な記号、この記号の意味は、ヒトラーは本当に死んだのか。記号の意味は分かったのか。はい。これは記号ではありません。これは文字です。ドイツ語の原型であるルーン文字であることが判明しました。ルーン文字。ルーン文字は一文字一文字が独立して意味を持っています。そしてこの文字が表す意味は死、つまり自殺を意味しています。なるほど。ヒトラーは間違いなく死んでいます。ではなぜヒトラーはまだ生きている、そんな情報が流れたのか。それは当時ヒトラーを生かしておいた方が都合が良い人間がいたからです。誰だ。スターリンです。当時ソビエトは他の連合国、つまりアメリカやイギリスとすでに対立していました。ヒトラーの死の情報を握っているスターリンはヒトラーを生かしておくことで西側に優位に立とうとしたのです。どうして優位に立てるんだ。ヒトラーはまだ生きている。そうなると西側はヒトラーの影に怯え続けなければならない。また
復活したら大変なことになる。西側を混乱させるためにスターリンはヒトラーの生存説を言い続けたのです。伊能係長、係長の言葉がなかったら間違った方向に操作してしまうところでした。ヒトラーは生きている。それは国際政治の裏舞台に仕掛けられた巧妙な伝説だった。源平の合戦、東西を二分したこの戦は一人の英雄を生んだ。源氏の総大将源頼朝の弟義経、幼名牛若丸。時は12世紀末、義経の目覚ましい活躍は源氏に勝利をもたらした。だがそのカリスマ性を恐れた兄頼朝は突如義経追討を決意する。5年に及ぶ逃走劇は東北平泉における義経殺害で幕を閉じた。わずかな時を経て遥かモンゴルの平原に突如現れたヒーローがいる。義経と同じ白い肌、義経と同じ奇襲を得意とする戦法、世界最大の帝国を築いた男ジンギスカン。二人は同一人物。それは脈々と語り継がれてきたミステリー。義経は本当にジンギスカンになったのか。知っているとは思うが、ジンギスカンは史上最大のモンゴル帝国の基礎を築いた男だ。しかし彼について残された資料はあまりにも少ない。生年月日でさえ明らかじゃないんだ。義経が死んだとされているのは31歳。一方ジンギスカンが歴史に初めて登場したのはその17年後、年齢は40代の後半だった。ほぼ一致してるわね。うん、それだけじゃないんだ。モンゴル軍はこのような小型の弓を使っていました。その中でジンギスカン一人だけは大型の弓を使っていた。当時このような大型の弓は日本でしか作られていませんでした。偶然の一致じゃないんですかね。いや、ちょっと待ってね。義経ジンギスカン説を最初に言い出したのはシーボルトなんだよ。シーボルト、うん、シーボルトは幕末にオランダからやってきた医者です。確か彼は日本という本の中で義経はジンギスカンになった、歴史学者は再検討すべきと書いていたはずです。しかし以前は文部省からの圧力でこの件を扱うな。この事件なんとか引退前に片付けたいと思っていたんです。義経が白泉で死んでいなかったという裏は取れるか。自信はあります。よし、責任は俺が取る。山上、行ってこい。ありがとうございます。1189年4月30日、奥州平泉、義経が命を絶たれた。えらいこった、義経様が、義経様が亡くなられた。義経様が討ち取られた。まずは義経殺害状況を洗うか。時空警察の山上と言います。少々お尋ねしたいことが。しかし捜査はひどく難航した。お主もしつこいの。いや、すまん。山上は義経の死体確認はおろか殺害状況さえ知ることはできなかった。ただ一つ分かったのは、討ち取られた義経の首が鎌倉に運ばれるということだった。
義経の首は酒を満たした漆塗りの筒に入れられていた。鎌倉幕府の正式記録「吾妻鏡」によれば、首が鎌倉に届いたのは6月13日。義経の死から実に43日も経過している。旧暦6月は今で言えば真夏、戦火で焼けた首は無残にも腐っていたという。もしここから鎌倉まではどのぐらいかかります？やがます、20日ぐらいあれば万事つきやんす。20日なぜ43日もかけて。私の息子杉の目太郎は義経様のお世話役でござんす。義経様の武将としてのお力はもちろんのこと、そのお人柄などとても尊敬しておりゃんした。当時の記録は伝えている。世話係杉の目太郎と義経は同い年であり、姿形は瓜二つだった。だが杉の目に関する記述はなぜか義経の死を境にぷっつりと途絶えていた。その太郎殿は今どこに？すべては義経様のため。どうして気づかなかったんだ？杉の目太郎は義経と同い年だった。その上二人は見間違えるほど似ていたという。その杉の目太郎が姿を消した。義経は、義経はまだ生きている。影武者による身代わり殺人、そういうことですか？ああ、焼けた義経の首、43日もかけた鎌倉への輸送、瓜二つの世話役の失踪、以上のことから義経殺害は偽装の可能性が高い。その後の義経の足取りは？これを見てください。おい、消してくれ。これは平泉にある義経の位牌です。どういうこと？やっぱり死んだんですか？いや、問題はこの戒名なんだ。いいかい、館を捨て山を越えた義経、つまり義経は平泉を捨て山に逃げ込んだということだ。私は生きるところまで義経を追ってみようと思う。追って、まさかモンゴルまで？そこまで行けることを願っているよ。よし、今度は山上主任の捜査を全力を挙げてバックアップする。いいな？はい。タバシネ山で義経の目撃情報があった。おいおい、お前さんが見たという侍は本当に義経だったのか？マジげえねえって。もう少しでそのお侍様が寄った氏さつぐだ。絶対に義経様に違いねえと思いやんす。風呂さ入っていただきやんした。松は立派なお侍様で。山上が発見したのは平泉を逃れた義経の立ち寄った家だった。義経はこの家で風呂を借り、褒美に風呂という名字を与えたという。山上主任、少し気になることがありまして。頼朝が刺客を向けた可能性があります。何？頼朝が刺客？首だけでは信用できなかったのかもしれません。主任、十分気をつけてください。体
どっちの方へ？あっちの方へ行きました。そうですか、どうもお世話になりました。義経は弁慶と一緒らしいぞ。証拠の書類を発見した。源義経、そして家来である弁慶の名前が記された証文。現在の岩手県宮古市にたどり着いた一行は、食料を借りこの証文を残した。義経の痕跡は点々と残されていた。義経は生きている。山上の確信は深まっていった。北上を続ける義経はいつしかジンギスカンと名前を変え、歴史の表舞台に躍り出たに違いない。平泉を脱出した義経は、政治とは無縁の民に助けられ、まっすぐ北を目指していた。驚きね。このままモンゴルまでつながれば義経はジンギスカンだわ。見つかりました、見つかりました。モンゴルにもありました。義経が使っていたササリンドの家紋が。大変です、大変です。義経を狙う刺客、こいつです。主任、刺客の身元が割れました。その名は畠山重忠。源平の合戦では義経に仕え第一の腹心だった男。その重忠がなぜ義経暗殺を命じられたのか。頼朝は重忠の忠誠心を試そうとしてるんです。それで義経暗殺を。ちょっと待ってくれ。もしそいつが義経を仕留めたら。義経ジンギスカン説は消えます。畠山重忠は義経の動きを封じようとしていた。岩手県普代村に伝わる畝取神社縁起は、義経一行が不幸堂という村で北上する道を断たれ1週間余り滞在したと記している。この時追手はすでに義経の背後に迫っていた。なぜ義経を。貴様に義経を出せ。待て。山上主任、絶対に手を出さないでください。絶対に。ここで義経を死なせるわけにはいかんのだ。おいおい、見届けるんだ。歴史を、歴史を見届けて証人になれ。山上刑事の前に現れた義経と弁慶。
山上刑事の前に現れた義経と弁慶。義経様、ご覚悟を。不本意ながらその首頂戴つかまつる。死ねだな。ごめん。重忠殿。誰に義経様を討てようか。重忠は義経に当たらないよう願い矢を放ったという。その矢は岩手県諏訪神社の御神体となっている。だが義経の追跡捜査は北海道で行き詰まった。そこは当時蝦夷と呼ばれた未開の地。北の海を越え大陸へ渡る者がいるとは思えなかった。ジンギスカンになったという説は、義経を愛した人々が夢見たロマンだったのだろう。世紀の北海道には海洋民族が築いた文明が栄えていた。海の民は遠く大陸との交易ルートを開いていた。彼らの助けを借りればモンゴルにたどり着くことはたやすい。義経はジンギスカンになった。民衆の夢見たロマンは伝説を超え仮説となる。時として歴史は権力を持つ者によって捏造される。時空警察はその企みを許さない。ご苦労様でした。助かったよ。そんな井の係長、何出てるんですか。俺は見届けたよ主任。井の神。はい。ご苦労。はい。みんな、山上主任が見せてくれた魂を忘れないように、執念を持って星を追い詰めるんだ。おい、いいか、我々時空警察には離婚はない。よし、解散。はい、はい、はい。